名電長沢駅は愛知県豊川市長沢町をとわにある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH07。ホームは上下線とも4両編成対応である。無人駅であり、駅集中管理システムが導入されている。何かが使用可能である。山越えの勾配区間の途中に位置し、線路、ホームは緩やかに湾曲している。 当駅で購入は不可能だが、名古屋特割に平日、名古屋特別に度休日利用か。4両編成対応の相対式ホーム2面2線の地上駅である。6両編成の各駅停車は、後ろ2両は締め切りとなる。駅集中管理システムが導入されており、国府駅管理の無人駅。駅舎は上下線で別々となっており、改札内に、 互いのホームを結ぶ通路はない。現在の駅舎は、駅集中管理システム導入時に建てられたものであり、それまではホームがあるだけの無人駅であった。当駅は普通列車しか停車しないため、豊橋駅へ行くには、最低1回乗り換えが必要。愛知県統計所、愛知県統計年間、豊川市の統計覚悟を呼び、音は調子等によると、 一日平均乗車人員及び上行人員の推移は以下の通りである。千人単位からの概算知合で長沢駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。